じゃーん、宝くじ当たっちゃった。4億円。いやー、4億円もあったら何に使うか迷っちゃうな。とりあえず店長、コーヒー1つ3億円です。高いよ。なんでコーヒーがそんなに高いんだよ。わかっているでしょ、今日はエイプリルフール。誰もが1つだけ嘘を本当にできる日ですから。そりゃそうか、みんなが一斉に宝くじを当てたらお金の価値なんてなくなっちゃうし、エイプリルフールじゃなくなったらお金は全部消えちゃうもんね。お店の値段も今日だけはバカみたいに高いよな。スーパー行ったら鮭の切り身が2兆円だったよ。エイプリルフール対策ってやつですね。だから皆さん、お金を使うのを諦めて空を飛べるとか、水の上を走れるとか、カピバラはムーミンだったとか、当たり障りのない嘘ばっかりついていますね。ああ、つまんない。じゃあ嘘みたいな料理お願いしていい？ちくわヌンチャク、できません。もろこしおろしバーグ、できません。ミッドナイト納豆、ああ、できません。なんだよ、嘘ついてよ。できるって嘘言ってくれたら料理が出るのに。いやいや、もう僕は嘘をついちゃっていますから、ご存知でしょう。でも、冷たいのに温かいという料理はご用意できますよ。え、何それ、嘘じゃないのに。はい、春になっても溶けずに残っている雪ってありますよね。名残雪というんですが、これを使うんです。この雪には芯の通った冬の香りが含まれていて、これを小鍋に入れて弱火でコトコトとゆっくり溶かします。強火で早く溶かしたらダメなの？一気に溶かすと冬の香りが飛んでいって、ちょっと夏っぽくなっちゃいますからね。さ、名残雪が溶けるまでの間、おぼろ月を洗うので手伝ってください。うわ、変な形の月だ。雪解け水に映ったおぼろ月ですから、輪郭がゆわゆわなんです。でも、冷たい水で洗ってあげると、ほら、綺麗な丸になった。大きめなクレーターに月割りの実を当てて、金槌で優しくトントンすると穴が開きますから、中の液体を開けて水でよく洗ってください。するとまん丸の形をした月のコップができます。なんかやけに多くない？いいからやっとけ。名残雪が溶けて雪解け水になったら、桜の木のティーバッグで春の茶を入れます。小さな桜が咲いた。めちゃくちゃ綺麗だね。中で桜が溢れて、春の香りと彩りが広がっていくんですよ。ここに糖度の高い吹雪桜の花びらを追い花びらします。甘いのはお好きでしたよね。花びらマシマシでお願いします。よく拭いた月のコップに塩抜きした冷たい海の流氷を入れて、名残雪で煮出した春の茶を注ぎましょう。流氷から泡がプツプツ出ている。なんだかサイダーみたい。冷たい冬の空気が溶け出してシュワシュワさせているんですよ。最後に月のミルクで作ったアイスクリームを添えたら、冬と春のチャイダー完成です。冬みたいにしゃっきりと冷たいのに、待ち遠しかった春が来たようなときめきで、胸の中が温かくなっていくような、なんだか懐かしさみたいな味。冷たいのに温かい料理はお気に召していただけましたか？うん、嘘みたいに美味しいね。ごちそうさま。じゃあ明日もまた来るから、今度はさらに美味しいの作ってよね。またまたご冗談を。でもまたお呼びしますから、その時はもっと美味しい料理を。さ、来年はどんな料理をお作りしましょうかね。はい、カニでした。皆さんも冬と春のチャイダー味わいにお越しください。それでは良い夢を。バハハイ。